30代の時、運動会で急に走って以来年に日動でぎっくり腰になりました。ストレッチをしたり、絶体に行ったりする努力はしてますが、繁忙期が集中してるせいか、どうしても負担が腰にきます。酒井さんになぜかぎっくり腰にならない。ストレッチストレッチでは別にぎっくり。腰は解消しないんじゃないですか。別にストレッチって何か？そんなに万能なものでもないんで、ストレッチって何かっていうと、別にストレッチで人体を伸ばすとか、そういったことが別に運動にプラスとかぎっくり腰にプラスなんてことは俺大してないと思うんですよ。ぎっくり腰になるとかっていうの,の。 まあ一番の要件は。 まあ、いろいろなことあるけど、まあ、過度な負荷を弱いところにかけたってことですよ。対して強度もない筋肉で、まあ、言うたら体のこの腰の脊椎周りの筋肉が全然発達もしてないし、地面からドンって地面についた時の衝撃をもらって、筋肉で吸収できるほどの強さもないのに、思いっきり反ったまま後ろにじ足を蹴って走って、どん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 衝撃を受けてたら、背骨のまあ軟骨がどこかが弾けて、バンってこう潰しちゃって、ぎっくり腰みたいな状態になったりするっていうことが、 ほぼ原因なので、全体的に弱えってことですよ。だから、ストレッチとか運動なんて、急にダッシュするとかしたら絶対またぶっ壊れるんで、あのー、やるべきことは、普段の日常の生活をちょっと強度を高めるってとこからスタートした方がいいです。歩くスピードを今日から、ほんのちょっと全体的に速くする。階段登るときは必ず一段飛ばしで登る。ビルに行ったらエレベーターに乗らずに、必ず階段をゆっくり一段飛ばしで全部登って7階まで行くとか、そういったことを日常の生活の強度をちょっとずつ高めてあげてください。そういったところ からスタートするのがいいと思います。全体的に弱いだけで運動できるレベルじゃないです。だからストレッチしようが弱かったら壊れるんで運動したらそう思って,てください。